月底法制、月底法制、月底法制、1968年2月15日体は、日本の落語家、お笑いタレント、吉本クリエイティブエージェンシー、大阪本部所属、NSC、大阪公六期生、本名及び、旧芸名は、山崎国政、山崎法制、兵庫県西宮市出身で、大阪府見直市在住、既婚であり、 息子が一人と娘が二人いる。兵庫県立西宮南高等学校、立正大学心理学部卒業、同大学院心理学研究科修士課程中退。2013年1月より芸名を、本名、山崎国政から、講座名、月定法制に改名。情報落語協会会員。出林は、山崎一番。 1988年季保広光と GSX ガスペケを結成してデビューする。1989年東京進出を機にコンビ名をチームマイナスイに改名。東京進出はダウンタウンよりも3ヶ月早い。1990年ダウンタウンのガキの使いやら編で放送を2回目から前節として参加し26回目に出演。後に 初のレギュラー出演番組となる。1991年第12回、ABC お笑い新人グランプリ、最優秀新人賞を受賞。1993年、チームマイナス0解散。ピン芸人として、活動を開始する。1998年、天才テレビ君で、リサステックマイヤーと共に3代目の司会を務め、2000年度まで、担当。 テレビ東京系で放送されていたアニメーション、学級を山崎の主題歌、山崎一番を歌い、CD 化される。2001年11歳年下の一般女性とのできちゃった結婚を発表。結婚式の模様は、ガキの使いないで放送される。2002年吉本ファンダンゴ TV で放送された番組、国政音楽工房から女性アイドルデュオ。 あやいをデビューさせる。2005年東京 FM で芸能生活17周年を記念して3時間の生放送特別番組が放送される。M-1 グランプリ2005にカンニング、竹山と漫才コンビ、地区、山崎を結成して参戦、予選3回戦にて敗退。中村うさぎとの協調、うさぎ、国政の人生払いの相談所。 苦悩の泥沼にはまってしまった人へ、を出版。2006年、M-1 グランプリ2006にカンニング、竹山との、地区、山崎に、田村健二をメンバーに加えた、田村健二と、竹、山崎を結成して参戦、予選3回戦にて敗退。生殖期の海綿体が硬質化するペーロニー病を、患う。2007年、村田歩美みのセカンドアルバム、 ハッピーキャンデーの中のバースデーと伝説の狼の作詞と作曲を行う。大長系出演を患ずらい、約3週間の入院後、復帰。2008年正月特番として、初の冠番組、祝、山崎邦政20周年本間は、正月よりもめでたい例が、関西テレビにて放送される。自身初の写真集エッセイ、奇跡を出版。 2008年5月、月定発砲から月定方制を名乗ることを許可され、5月11日の八方の勉強会で阿弥陀ち落語を演じる。同年12月8日、京橋下月で落語家として講座に上がる。スコップシャミ戦、第2回世界大会2008年12月21日で初出場ながら個人の部第3位になる。2009年12月、 情報落語協会加入。2011年1月15日から、全国ツアー、全国アンキャ、月亭二人旅を、吉本浅草花月でスタート。2012年9月、落語活動に専念するために拠点を大阪に移す。2012年12月17日、翌2013年元旦より、すべての活動を、月亭法制として活動することを発表。 詳細は口述する3、月定法制としてを参照。2013年、芸名を山崎国政から講座名へ、月定法制に改名。改名後も山崎や山ちゃん、崎さんと呼ばれることもある。趣味は、パソコン、ピアノ、英会話、卓球等。第一種情報処理技術者試験、現。 応用情報技術者試験に合格しているという情報がネット上で広まっているが、インタビューにて否定している。小盆浪で仕事で滑っても子供の顔を見ると忘れられるとのこと。初期はアイドル的な芸風であり、バレンタインデーに段ボール16箱のチョコレートをもらうほどの人気があったが、ほどなく滑り芸やいじられ、芸に落ち着く。そのためか、滑って、 ばかりで面白くない。自分では笑いを作れない等々低く見なされがちだが、松本人志はこれを、著書、プレイ坊主にて、本人は、面白いと言っているが、面白くない。そこが面白い。山崎を、面白いと言ってしまうと営業妨害になると、評している。40歳を迎えた直後、今後の芸能活動や路線について悩んでいたことや、テレビの仕事以外にも舞台にも挑戦したいという、 思いが強くなったことを、当の工事に相談したところ、古典落語を勧められる。一度はそれまで全く聞いたことがないことを理由に、古典芸能は、として渋ったが、実際に、桂ツラの高津の富を聞いてみたところ、その面白さに目覚めたという。その後、聞くだけでなくやってみたいと考えるようになった法政は、本格的に落語の勉強を始め、月亭始め門に入門した。 月亭はじめ門に弟子入りしたのは飲み仲間に月亭八甲がいたため八甲を通じて八方に入門を志願したためである2008年に月亭八甲の落語会に客演として落語家デビューし打ち上げの席で八甲から正式に月亭法政の名をもらった大師匠の月亭課長は四尺の兄弟子なので芸の世界では四尺は法政の王子にあたる 積極的に、月亭はじめ門会や師匠、八方との親子会、月亭法制、十番勝負と称した、勉強会、花形寄せ、東西若手の会、闇鍋の会、八方及び月亭はじめ門の稽古場の、八正亭、天馬天神繁盛亭の朝席、昼席、夜席などに出演。2011年1月1日は、商店スペシャルの東西大喜利に初出演。大師匠、 課長とも共演している。2013年1月1日よりタレント活動時も含めて芸名を月定方制に一本化することになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。